は、こんばんちはです。ポポスです。今日はアルファードさんのワイパーの交換方法をしていくんですけれども、リアとフロント両方していくんですけど、フロントはブレード越し、リアはワイパーだけ、あ、ワイパーのゴムだけの交換方法になりますので、よかったらみんな一緒に見ていってください。お願いします。まず前から、まずボンネットは、はい、閉める、閉めるね、閉めるね、はい、上げて、助手席がちょっとこんな長くて、うん、めっちゃ長いな、こっち行こう、はい、運転席はまあバチンと跳ね上がるから、はい、外してやってもいいんだけど、うん、まあ今回は、うん、はい、まあ、とりあえず両方ともこの寸法を合わせても、はい、絶対落ちるっていう、はい、で、この上側がこの R の、うん、なってますね、うん、で下側が動くっていうね、で、こういう危ない場合は、うん、バチンと外したはい、この中心に置いて、はい、ここレバー貼ってちょんと開けてもレバーがで下に下げるね、はい、で取れるでもんで、はい、こいつを持ったまま、うん、ね、さっき言ったこの上側のこのフック R の方にカチッと、あの時はこうね、はい、まあ、こっちは運転席ほんまにバーンと硬いからいける、うん、うん、もうかなりの力じゃないと、ね、うん、ああレバーは、あ、まあ一緒か、うん、はい、ちょっとこう引っかかっててくるっとしたらここが押せるから、うん、はい、押してもうたら下にがいい、うん、はい、で丸なってる方を上にして、で、止まった時にこいつがカチッて言うから、うん、音を聞いててほしいね、はい、な言うだろ、まあ、言ったこの下に下がれへんコトコトっていう感じ、はい、これで前はブレード越しで、まあ、はい、OK です。次後ろ行きます。次後ろです。うん、はい、は外してここにかましてもええねんけど、うん、ここに根元の方にね、うん、根元に向こうに行けへんように、はい、ほんなほら、あ、ほんまや、浮いてるわ、こういう感じで引っ掛けてもらったのが、はい、で、こいつは、はい、こっち、そっちからこの日本の真ん中に筋みたいなのあるやん、うんうん、これの外、下側、はい、ここがこういうフックになってるから、うん、冬寒い時はちょっとグッと押してもうてもいいかも分からへんし、うん、もうこっち側ね、うん、こっち側にグッとゆっくりじわっとポンと出る、はい、おー、これでいける、うん、ならどこか一箇所で、うん、40、50度ぐらいかな、こんぐらい、うん、抜けるところ、ああ、はい、ここを覚えててもらったら入れるときに入れるとかやからね、はい、うん、そういうことね、うん、でそれ以外は外れへんから、ほんまやほんまやほんまや、外れへんわ、何しても外れへんから、うん、から外れるとこが、はい、まあ、平らになってるとこが一箇所あるから、はい、そこがスッと入るようにね、うん、でまあ切り欠きがあるから入るようにしか入れへんから、うん、このペグれてる方が下やね、はい、うん、はい、では後ろのワイパーのゴムの交換ですね、やっていきます。そしたらこの中に入ってるからこうなったらこうなってます、うんうん、だからまあちょっとだ片側出してもらって、はい、引っ張ってもらったらシュルッと抜けます、うん、金具がこの一番外側の溝に入ってるから、はい、あ、これ入ってんねん、そうそう、はい、まあ、入ってるやつはこう入ってるから、そのままね、で、はい、まあ、とりあえず、はい、なんか片側に落ちひんようにな、はい、で、とりあえず一発目は、うん、この縁がめこうやってめくれるから、うん、ね、うん、これはもう気にせんと、分かると思う、気にせんと一発目はこうなった、うん、はい、反対もやろ、もうにゃっとで、はい、そのまま入れてもらって二発目からは綺麗に、うん、もう普通に入っていくから、はい、最後まで、うん、で入れ切る、こいつがあるから、あ、外してもらって、でまあとりあえずもう中に入れてもらって、
はい、でグッとまあ押し込む、押し込んだら、モコッとなってる、ちょっと縁に中入れてもらって、うん、まあ反対に押すっていうのはグッと入った、はい、こっちもまあ一回引いてもらって、この隙間折りをする、ここな、うん、こうグッと押すやん、じゃあ逆やね、逆、うん、そしてこの中にちょっと掘り込んで、キュッと、お、いた、キュッキュッキュッとやったら、はい、入るやつもあるし、うん、爪で入れ込んでもしやね、で全く何回でも入れへんまあこれはまあおる、うん、その時のちょっとあのシリコン系のスプレー拭いた方がいいかもな、うん、ちょっとこれネチャネチャしてるから入りやすかったかもかな、うん、そういうことね、まあゴムの状態によって変えてもらったらと思います。でまあ、うん、これついてないやつもあるから、ついてないやつは入れ替えてもらって、はい、で今から取り付けていきます。お、よいしょ、このない方を下にして、この角度ぐらい入る、はい、まあここで、うん、今うまいこと偶然的にこう入れんかったもん、ちょっとこちょこちょってやったらスッと入る、はい、で入ったらこれな、ここにここちょっと爪なってるやん、うん、ここななってるなってる、うん、はい、こいつをグッとまあ元に戻すねんけど、割らんように、うん、おもうスコッと、はい、でここで止まれば OK やから、はい、で止まれへん方は割れてるから、うん、こいつ交換な、はい、うん、で戻す、これで終わり、はい、OK、 はい、今日はこんな感じでアルファードさんのワイパーの交換を、前はブレードごと後ろはゴムのみで交換していきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。